はい、音聞こえますか皆さん。どうですか。テレビに出てた大変さんが直してくれました。あはははは、来た、はい、入ってください、どうぞ。テレビに出る人はやっぱ違うよな。音来た、音来た、シュン。違うな、やっぱ違うな、やっぱ。はい、ヒデンではないですが、ヒデです。さあ、出てきたのはヘブンホーク。コンパコンパコンパ、お、できる、できている。さあ、竜巻の対象、あー、クータス竜巻ね、むずいっすよ。今日は今のところヒデトネピーマイクでございます。さあ、クータイク、大足の前に波動が当たって、ピオリーチしっかりと歩きガード、歩きガードできるのはね、素晴らしいです。なんかね、こうコパンハメに、はい、の魅力に取りつかれたみたいですよ。あー、なるほど、うん、あー、いい地上戦。あーあー、難しい。しかしいい逃げしてる。そうですね。おー、歩きガード、あー、弱小流しっかりとがめましたね。最後はヘブンさんはゲームがうまいというね。そうですね、もう今の見ててもよくわかりました。しのぶさん、あっと、しのぶさん、竜のね、しのぶさんも、はい、まあ、ゲームがうまいというね、そうですね、さっきね、竜でやってね、かなり対空性能も高かったので、なんかね、うまいっていう。サードではね、やっぱレバーのさばきがうまいですよ。さあ、ファイヤーの打ちどころがうまいぞ。お、コパン、いいですね、システム。あ、大勝利、バッチリ。シノブ竜が強いぞ。強いですね。さあ、ワンビーが誰いきますか。残ってるのがバイパー、トモザ、ヒデ、ウネ、デレロ、破天荒、トネピー、クロイワン、竜、ハゲです。じゃあヒデ君に示してください。ちょっと、僕、はい、でもね、バイパーさんが、あ、そっか、バイパーさん後ろいた。確かに、ハゲさんご指名でございます。いってらっしゃいませ。キャラなんでもいいです。なんか、相手チームにサガットが4体いるから、トネピー分かっとるなって言われました。ほう、お、ダルシム。さあ、これはあれですね、 2P 側のチームの危機ですね。サガットが4体もいますので ね、 2P 側ダルシムで行く。これはね、あ、しかしシノブリューの動きがキレッキレだ。もう壊しです。あー、当て感がやばい。危ない危ない危ない、死んじゃう死んじゃう、やばい、死んじゃう死んじゃう。あ、さあ、これはめくりづらなんか、そっか、あ、遅らせ、うまい、うまくいけばピオりましたけどね。はい、お、うまいぞうまいぞ、大剣、あー、確定。あー、今ガードすれば、ガードすればよかったものを。お、お、いいですね。はい、うわ、弱小流の当て感がやばい。お、おっとっとっと、お、あー、確定かな、してないけどね、わかんない。どっち、今度はいかない、いかないですね。まあ、体力リードしたので別に行く必要ないと。あ、ぶれ、危ない危ない危ない、お互いの技が使わせてね、一回ね。そうですね。さあ、波動転、さあ、お、お、あー、いい連携。お、はめてる、はめてる、はめ、はめ、はめ、ファイヤーはめだ、ファイヤーはめ、はめ、はめ、あー、タイミング、あー、これは中ゴス、違う、投げない、インフェルノあるからね。あー、これはやってしまった。まあ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 、まあ、今ね、忍び竜誘いましたね。空撮で引っかかってくれればワンチャン死ぬだろみたいな。ブームパンチで結構減る。あ、スラストタイク、いいですね。お、あ、打ち、あー、おっと、ちょっと低かった、ね、低いんだな。はい、うわ、あ、うまーい、ゲームを知っている。あ、受け身ある、スラスト、あー、しかし、あ、あー、あー、うまいじゃん、超うまい。なくなりました。さあ、あとは、
バイパー、トモンサー、ヒデ、ウネ、デレロ、破天荒、僕、クロイマン、ウネくん、はい、ウネくん行くそうです。はい、こんばんは。音がやっときました。さあ、ウネ、バイソンですね。バイソンですね。大丈夫ですか？これね、やり方してないとむちゃくちゃやられますよ、きっと。あーい、あ、やばいやつ、あ、やばいやばいやつじゃん。投げ返してんじゃん。あー、いきましたね。あー、これ明日バカらしていく。これ明日勝てる動きじゃん。明日勝てる動き。これあのスト2を全く知らないね、はいはい、格ゲーをやったことあるぐらいの、はいはいはい、格ゲーをやっててスト2知らないっていう人に、はいはい、一晩だけ猶予を与えて中級者に勝つ方法を確かにっていうのを考えたんですね、うんうん、なるほど。でそれは、うん、バイソンで開幕ダッシュアッパーして掴んでさっきの羽をやること。あ、なるほど、はい、明日から使える。あ、これは確定ですね。ないですね。だから明日中級者に勝つ方法ですあれは言い方が面白い。コパンハメと、うん、中キックハメをやってれば、あ、勝てます。うん、減る、あっ、飛び、あ、ヘッド出るね。いいね。お、あ、遅らせ。さあ、シノブリュウが大活躍で、さあ、2P が優勢となりました。ノブさん、ゲームのうまさが出ましたね。いやー、一人目ですよ、はい、山虎さん、ね。さあ、ヤマトラさんのキャラはホンダ。そう、ヤマトラさんね、ホンダ結構使うんですよ。でしかもオイチョハメも結構できるんで、まずいですね。これね、結構やばいですよ。溶けたら死ぬってことですね。まあ、危ない危ない危ない。バイソンホンダ、はい、バイソンホンダはバイソンが分かっていればバイソン有利なんですが、はい、分かっていないと、はい、適当に突っ込んできたところに適当に自分で自殺しに行くということがあります。はい、お、なんか知ってる風、なんか知ってる風、知ってる顔をしている本当に知ってんのか。顔は知ってそう。でもね、知ってそうな動きしてるよ、うんうん、でもね、ちゃんとね、マイジャンプ見てからやってるんで。あ、知ってる、ね、OK ですね、知ってますね。これは、あ、ちゃんと顔じゃないな、うん、あー、危ねえ、危ねえ、今紛れありましたね。腹ジャンプだったね。危なかったっすね。とりあえずバックジャンプしとけば死なないんで。はいはいはい、そうですね。ツーエンダーのパンチが、あのパンチ強いですよね。あのパンチがツーエンダー。お、大丈夫、大丈夫でしたね。バイソンのガードモーション、足が先に出る。あ、そうなんだ。足がなんかちょっと体より先に出てるから、さっきのなんかほら、はい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 、大いちょうなんか足でガードしたでしょ。あ、うん、うん、大いちょうじゃねえや、百貫落とし、うん、うん、うん、あ、さあ、これは無理はしない。ヘッドを出たいく。さあ、ヤマトラホンダが追い込まれたぞ。どうする。大いちょう、大いちょうじゃねえや、スパコン。確かにブッパーあり。うまい、うまい。あー、ちょっと惜しかった。うまかったけどね。さあ、スパコン、あー、出すよね。さあ、 2P 側は残るは10人ですが、おチュンリーが行くそうですね。はい、さあ、山本、ほぼ山本チュンリでございます。お、お、お、さっきね、この二人ね、バイソンチュンリやってたんですよ。どうでした？うんとね、多分チュンリ優勢だったはずですね。大会ではわからない。そうなんですよね、うまい。あ、高い、玉島連携。あ、あーっと、あ、あー、バックジャンプ許さず。チュンリにも中継、中パンオア繋がるよね。繋がりますね、はい。いやー、なんか打ちなってるの。弱だったからかな。あ、なんかやばいぞこれ。まあ今の中100レス以上だから溜まっちゃったよ。あ、あー、いいですね、ちゃんと中継破れ。投げて、今ダメなやつじゃね。ちょっと危なかったっすね。投げ返し、あー、相打ち。大会はやはりわからないな。そうですね。さあ、2P 側はですね、スイさんはガイルか S バイソンですね。ジャロップさんは S サガットですね、おそらくね。はい、スイさんが行きたい言うてますが、スイさん行きたい言うてます、行きたい言うてます。じゃあスイさん行きましょう。
半沢直樹タンパ溜めすぎですね溜めぞわペコさん、あ、いっちゃった、溜ぞわペコさんです。はい、溜めないぞうは、溜めないぞうの溜めのぞうが内臓のぞうの人もいるんですけど、あれは誰だったっけ、誰だったっけ、あれは誰だったっけな、みはるさんか、そう、みはるさん、みはるさん、そう、もうね、いろんな人いる。ちなみにこれはね、クスバイソンが有利ですね。ちなみにですけどね。はい。ちなみにね。さあ、1本目は、ウネバイソン。これ、X バイソン有利かな？さすがに。まあでもね、いい勝負的なところはある。まあまあまあ。あー、痛い！まあ、投げに行かなくてもいいよね。あー、ブレ！まあまあ、いいでしょ。あ、おい、しっかり！おい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 、おーピョった今だろ、あーい、そうだよ、そうですよね、そうですよね、いつ出すんだよっつって、ためるだけためて一回も出さぬはやばいぞ。まあこれね、これね、はい、多分ね、あのうねくんもためてますよ、ですよね、あ、中継使ったから今ためてねえな、あ、ですね、うん、クソゲー始まってんな、クソゲーですね、あーヘッド先出し、パン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 、あーやばい、これはおーさん、あっと、あるある、まだあるの、あ、なんでそこ裏回りに行かないの、確かに、あー出されちゃったー、もうあそこが勝ち筋は相手が投げ返さないことを祈って裏回りしまくることです、そうですね、はい、さあ、さっきに、あ、ジャロップさんどうぞどうぞ、エッサがね、エッサが、はい、これわかんねえわ、確かに、まあ S バイソン有利っぽく見える、まあ有利でしょ。僕その有利なのはわかるけど、細かいことはわからない、超有利、エッサが超有利、しかし、まあ、確かに、ね、あやばい、紛れって言って、でも確かにね、あの4代目がチューブでスターさんを言わしているという噂は聞いてますからね、うん、さあデージが溜まりそう、溜まった、これはそこ出た、引っかかる、先生正解が分かりません、今の打つしかない、打つしかない、アパカするしかねえか、さあ最大中継2位、最大じゃないよ、最大はね、立ち中継膝でしょ、そうなんだ、立ち中継2位でしょ今のは、あ、立ち中継2位なんだ、立ち中継2段の2位でしょ、あ、最大は、なるほど、うん、え、これ画面端で下タイガー打ってたらクソきつくないですか、きつい、もうダメでしょ、あ、画面、しかし、はい、中級者を殺す方法、はい、やれよ、あお前自分が上手いと勘違いしたか、もうダメだよ、8に行くにはそこから掴みに行くしかないんだって、さあかなりいい感じでゲージがもう6割ある、わぁやばいっすね、あ、やばい、 S サガットにも当たんの、あの距離で、これまずいんじゃないですか、やばいですね、さすがに S サガットといえども、さすがに、うわー、あー、チューチュー惜しい、あー、やばい、あー惜しい、難しいところでしたね、次ね、多分ね、ケンとサガットと、まあ、ダルシムもいる、ダルシムもいる、ガエルとホンダを使える人、クレジンさん、クレジンさん、はい、まあなんですけど、なんか気づいたら、まあ緩く、まあニュートンあるある、どうても課金制ですし、ニュートンだってキャラも後から決めれるし、ね、そう超緩い、そうそうですね、公平性があるからね、あーやばい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 、いや、ちゃんとやってないですよあいつはやばいっす、あいつはふざけてます、はい、あいいっすよ、いいファイヤー、あっとぞ、あえてやばいよ、やばいよ、捕まえられない、出玉しっかり当てない、ニフレを信じろニフレを信じろ、間違いない、ニフレは信じていい、ニフレはね、信じていい、早すぎる、お
さあこっからいいですね。とりあえず落とす、大事大事。あーあー痛い痛い。そろそろ短波からの来るな、来るよ多分来る。お、いいですね。あーだよね、ねえ、だよね。今ね、ファイヤーがね、後ろスーって通った瞬間に多分来るなとは思いました。あそこにインフェルノいるとね、面白いんですよ。へぇ、死にます、相手が。ですよね、さすがに。まあね、打ってきそうなポイントって分かるんで、やっぱ。はいはい。お、お、お、できるやつ。いや、できるやつはちゃんとガードスト確認すっからそう、あの、多分試したかったんだけかもしれない。あー、まだの出際に当たってしまう。さあ、ウネ君が6連勝。これはあとサガットとケンしかいねえぞいや、ベガもいる、ベガもいる。中島さんが何を使うかによりますけど。あ、まあ、中島さん、さあ、はい、中島さんです。何でもいいです。一回、一キャラ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 です。人数があれなんで、あの、人数少ないときは1人2回出るとかもありますね、はいはい。お、ガエルできましたね。まあ本職ヤヤさんが見てますよプレッシャー、あえてね与えていこうかな今ので動き硬くなったらやばいっすよ。強く育ってほしいなと思って。しっかり中盤様。あー、 なんか暗い投げしているですね。強気。サマー読みでね、ガードしてたけど。うん。お、あー、中外地が。中外地が何かに。ね。多分、遠距離タイパンだと思うけど。はい。あー、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 中継だったか正解。やばい、わかんない、わかんない。あー、さすがにヘッドは見てましたね。まあ、撫でられなければね、あの距離で暴れて OK という。お、いいですね。いいですね。タメが早い。危ない、危ない、危ない。これちょっとまずい距離ね。しっかり空対空。あ、やべやべ、噛み合いましたね今やばい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 やりたい放題、やりたい放題になっちゃうんだこれが。ですよね。あー、終わり。あ、終わりか。いや、まだ分からない。終わってないか。わ、あー、中が1。あ、あ、これはある。あストレート、今ストレートにしましたね。ストレート出際に当たっちゃいましたね。ちゃんとね、ソニック読んでってことですね。そうですね、お見事ですね。あ、これあるぞ。あ、しかし様でしっかり。はいはいはい。暗い投げされたからね。ダッシュストレート対応してますね。ダッシュストレート減ってる。痛すぎちゃん。あやー、危ない、気まずい。あ、いいよ、バックそばって対応。さあ、これはもうもら、しかし分かんない、もうこれね、使っちゃって、使っちゃって、コパンからの大足、大足なんだ。さあ、ウネ君が大活躍でした。頑張り。我々どうしますか。我々どうしましょう。はいはい、先生、先生、行きたい人、行きたい人。ワンピー側はバイパー、トモザ、ヒデ、デレロン、破天荒、トレピー、クロイワン、リュウとなっています。行きたい人。行きたい人言うたらね、さあ、いないって。はい、じゃあ、はい、いないっていうか、いないっていうか、人おる人消えてないの、いる、このゲーセン人消えてねえか、大丈夫か。かまいたちの夜出たかこれ。あ、コメントでデレローさん行ってくださいって言ってるんで、デレローさん行ってください。デレローさんどうぞ。デレローさんコメントで行けって言われてます。消えたな、このこ、あれ、デレローさん、このゲーセン人消えるかそういう機能あります。人消す、はい、人消す機能、人消す機能あったらやばいわ。あ、クレジット、待て待て待て、殺さない。お、いったいったいった。いや、まあね、結構ゲーセン人消えるんだよ。はい、確かに人が消える街、なんかゲームのサブタイトルにありそうね。お、あー、あれ痛い。あ、巻き込んだ空中 TBS。
空中 TBS っていうのもあるの？僕がかかってる。ああ、そういうね。はい。あ、うまい。お、中段ガード。この男。あ、やばい。歩きが、あ、うまい。今うまかったですね。あ、打つね。さあ、これ確定。しかし、ゲージが、あ、うまい。打った。あ、中段ガード。中段ガードマンじゃん。うん、ラティは間に合わない。打つ、打つ。勝負。これは飛ばされましたね、今。いやー、頑張り。あのね、デルボーさんね、ほんと一つ一つのね、技のね、出し方がね、マジで上手くなってるので。波動っていう人、なんだろうね、福山さんかな。そうですね、俺は福山さんだと思った。波動、うん、成長は著しく早いです、今、デルローさん。お、しかし、ちょっとこの展開になると、これね、鳥かごなんだわ。そうですね、脱出する手段がないですね、これは、しょうがない。ハメです、ハメです。ハメっす、あれ、あれハメっすよ。さあ、中継とソニックが相打ち。そうですね、いや、私ハメとか嫌いなんでっつって、画面端でね、うまい。中継に台足刺さるが、さあ、しかし中島さんの押し返した。ハメ、ハメじゃなかったらタメがね、早いんでね。やっぱハメなんだ。間違えた。やっぱハメなんだわ。間違えた。やっぱハメなんだ。ガエルってやっぱハメなんだよな。さあ、溜まったがやれるのか、どうなる、慎重に来るか。あっと、危ねえ。さあ、わかんないわかんない。あー、これは確定。今のね、難しいところ勝ったのは中島さん。さあ、ワンピーが残るはバイパー、友田、ヒデ、破天荒、トレピー、クロイワン、リュウとなっています。コメントで行けって言ったら誰か行きますよ、これ。言うたらね、行きたい人行っていいんですけど、基本行きたい人、破天荒さんが、ね、行きます ね、 ね。ガエル嫌いですよ、僕は。僕も苦手です。あの好き嫌いとかじゃなくて、苦手でしょ。ガエル戦が苦手なだけ で、 で、はい、僕は嫌いですから。まあまあ、いいんじゃないですか。だってね、16キャラいたらね、好きなキャラ、嫌いなキャラいますよ。あと、破天荒、おー、あー、いいぶっぱ。なんか勝ってるのは破天荒さん。当たるぶっぱはいいぶっぱ。あ、踏んでしまった。いい間合い、遠くねえか。まあ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 、あー、いい飛び飛んだ。使わせたが、おっとっとガードになる。空対空、バックサバット、そしてサマー。あれね、あの連携ね、結構ね、引っかかるんですよ。バックサバットして、下ため、生まそうだなって思うけど、たまるんだよね。バックサバットした瞬間に下入れればね、結構たまっちゃいます。余裕でたまります。はい、嫌い嫌いも好きね、おうち。いや、もうね、とんでもなく嫌いです。あー、今めくりっぽくなってたけどな。さあ、これはちょっと苦しいか、ダイヤシャハド。とりあえずゲージが欲しい。溜まった。これガエル、あと待つだけっすか。そうですね、うまくいなして、いけー、あー、いってー、このダメージ差が、くお、いい飛びだが、やはりガードで OK、 投げて受け身 OK、 そして小足、発生フレームの早い技でいきましたね。さあザンギスカイはね、今日のメンツの中ではいません。格、これどうしますか。プレイヤーの格的にはもう僕言っていいんですけど。あ、トネピーさん、格としてはもう僕言っていいんですけどね。格、ダルシムで行く、いいですよ。あ、お、いいんじゃないですか。ダルシムで行っていいの。あと待ってさ、いいんじゃないですか。あって、うん、ありありあり。さあ、トネピーくんがダルシムで、さあ、サガットがまだ3体も残っている 2P 側に対してダルシムをぶっこんでいく。これはね、多分長州さんはね、ありえます。ただ長州さんが負けるとマジで大変なことになります。 2P 側逃げ兵器。さあ、相打ち、あー、そスタブのところにフルヒット、かなりオーバーですね、これ。どうする、
いやー安全な技しか振らない。リスク管理バッチリ、リスク管理ゲージを、あーと、あー今のはちょっとありそうだったが、スライディングからの立ち中 P、対空しようとして高めぐらいして暗い投げですね。相打ちダメージ差はまあぼちぼちだが、あうまい、これはピオル、はいはいはい、安定コンボあるか、あるのか、あるのか、あーやる神髄、あーとどどミット。さあこれね、ダルシルがねしんどいんですよ、このね体力差をね。あうまい、確定。攻めるのは辛いですよね。ただね時間がまだまだ全然、おっとっとっと、あーこれでもうほぼほぼイーブンどころかもう8にありますね。さあお互い見合っている。まあダルシムが行く必要ないですからね、ちょっとずつの削りで OK と。ガイル画面端ですからね。いやきつい、いやー確定、あーファイヤー当たっちゃうサブに、あーっと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 、この場合はやばい、中島さんの帰りやばいぞこれは。さあ残り15秒だが、あー今読んでましたね、投げて、あー前段弱点はね、タッチ中 P 対空でしたね。いやどうも山本です、よろしくお願いします。さあワンピー側ダルシムに対して、スーピー側ディスク管理とディスクですよね。あデスクアップ、ディスク、ディスクアップ、ディスク管理とディスクアップ、ディスクアップ、ラックじゃないんだからディスク管理とディスクアップみたいな終わらない。さあ誰が行く、さあ 2P が残るはやや長州さ、坂本ゆうべが固定さあ 2P が誰行きますか。いやーこれ下がっと行くわけにはいかないですよね。まずは今スーピーが残り、やや長州坂本ゆうべがコテです。ダルシムはこっちもあと1体だけですね、きっと。サガット3人です、3人です、スーピーチームはいはいはい、3人です。であと長州さんとゆうべがさんですよね。長州さん、自動的長州さんですよね、自動一択ですよねこれ。長州さん、すげえダルシムで死んだのにまたキャビンステージ引き当ててる、やべえ。あれ何、トネピーさん死んだの、死んだ CP 戦死んだ、ちょっと見ない間にすごいことが起きてましたね。さあ長州剣、さあ 2P 側がね、ダルシム、あ違う、サガットがね3体いるんですよ、5体中3体、なので急遽長州さんが行く羽目になってしまう。しかし剣も厳しいですからね、剣厳しいです、紛れがね怒らなそう、これは怒らない、やばいぞこれ。CPU キャビンマジ強いっす。あさあチュスラッチュースラスト、もうこれだけでやばい、文字は出さず踏み込み大事、うまい。さあこっから長州さんのターンだが、素直にもう一回ひたすら膝ですよね、まずさあ、あ出た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 、あそこね手出すんですよ、ボタンなんか出てましたね、はい、投げ返しかなんか狙ってたの、多分そうだと思います。あさあいや安全連携ですね、あおっと TBS ストフーであるある、空中で潰されたらとりあえず TBS と言ってみる、台台ではなくジャンプ台系と判断したところ、まあ今の暴れるとね多分うまい。さあトレピー君も無理をしない、お互い、あ今のは確定、立ち中継無理はしない、立ち回りこれはちょっと食らってしまうがガード OK。 さあ超踏み込んで台足だったが、いい攻めだったがガードされる、見てからこの男画面見すぎます。あーこれはやばい、もう前じゃん大パンに勝てるしかない。あいやらしい、さあ 2P 側が残り下がっと3体に
ベガ一体なのか。あ、キャラ何でもいいらしいです。別にあのあれですよ、メインキャラサガットじゃなくてもいいらしいです。一人一キャラなんで。そうっすね。さあ91カード来ました。まずは坂本サガット。ありますかね勝ち目。これ結構やばいですよ。あの小高くんが矢口真理状態を超えて真理の王をつけた矢口真理状態といったこのカード、ヨガファイヤーをねとりあえず打てばいいだけですからね。まずはそうなんですよね、ヨガファイヤー打ってタイガーと相手でこれなんですよ。確定がもらえるという非常にタチの悪いガチャとなっております。いやーこれやばい、つらい。91やはり、やはり91なのか。打てない、飛べない。この下がったまずい。ダルシム下がった線はまずいぞこれ。 TBS 本体まである。いやもうね、出す技出す技がね全部確定取られるのがやばい。半沢直樹さん、あの赤い剣の人じゃないですかこれ。あ、え、そうなの。そんな気がするって言って、あの、いつも TOMOZA とか言ってる人ですかね。コメント内容が。さあ確定かが厳しい。あ、優しさ、優しさ、優しさだけどこれ厳しい。し厳しい。これはもう。さあ残り 2P3 人。ややこてゆうべが。よっぽどダルシムがミス。さあゆうべがさんが投入。さすがにサガット2体までは削られたくないと投入された。さあ踏まれて、おっとスライディングであれか回避するんだ。踏まれて、いや痛い無理はしない立ち回り。こんなチュンリーいると言ってもね、私ね、このベガに対してね、1割弱しか取れませんので、安心してください。安心してください。はい。何を安心するのか分かんない。投げて、ヘッドプレス、投げる。おお、減らない。さあ、これが、遅らせ中継、ダブル2。もう無理はしない。攻めないといけないですからね。使ってしまうが、やはりサイコもあるので、逃げ放題。そして踏んでいく。さあ踏んで、ドリルを踏めるんですね。あのね、ベガのねヘッドプレス結構高打点で来るんで、おっと受け身ある。投げて、バラジャンから投げだ。うわ、これは紛れがズームパンチでダメージ差は結構あるんですが、ユーベガさんはスト水力高いので、こっから負ける可能性は全然大いにあります。あー見てから、ーきっちり殺しまで行った。さあ 1P 側行きたい人言っていいです。いやーでもあれですね、チュンリー、ホンダ、さあバイパー、友田、ヒデ、黒岩、龍、ベガが2人いるとホークか。僕1割弱しか行きませんからね、チュンリー使ってますが。1割あるならいいんじゃないですか。いや1割もないです残念ながら。あ、マジですか。あ、なるほど。リベンジ、リベンジ。今こそホンダ。あ、バイパーさん座った。バイパーホーク、バイパーホークですね。さあバイパーホーク決着つけに来た感じですね。うわー近かった。終わったか。バックジャンプがね2フレ発生なんでね。そうですね、2フレ目にはそ空にいますからね。はい、痛い踏んで裏、うあれですね、逃げる、やはり遠い方に行く。たまるぐらいならこれは確定。いやー、ま、あセーフ。しかしこれはね紛れも起こんないですよ。削っていく、難しいです。いやー危なかった。最初のトマホーク当たった時どうしようかと思いました、ね、これねあれなんですよ、ゆうべがさんはホンダ戦ね、はい、めちゃめちゃやってるので、はあ、ホンダがね、いけるかどうかはね、
ゆうべがファンだと分かんないかもしれない。円台手は引っかからず、なんとか引っ掛けたいバイパーさんのフォークですね。さあ引っかかったか、おっと画面が止まってしまって、まだ続ける読んで、あー引っかかる、これは勝逃げ切ったが、さあ来た、あーゆうちだー、ダブル2先端。さあ残る4人、ワンピーガーもトモザヒデ、黒いワン龍ですね。お、黒いワンホンダが、お、このカード黒いワンさんのホンダとユウヤさんのベガ、さあ来ました、こあーっと開幕、さあ削って、これはうまいぞ黒いワンホンダ。さあおいっちょ、ここまではいい展開で来ている。そしてナデ様降り、手振りさんドット、これはでかい。ナデて打ち身がない、どっち、しっかりガード、ナデて打ち身取っている。そしてナデ返し、さあ1ラウンド目はね非常にいい形で黒いワンホンダが取っております。2ラウンド目どうなるか。そうですね、あーいい、ベガさん読みで中野ホンダもありって言ってますね。勝てない、そんな勝てないと本人からさあ1ドットのこの体力だが、さあ逆転、わーこれはやばい、削りだけで結構落ちている。そして相打ちは分が悪いベガ側、そしてバックジャンプで回避、踏んでいく、おっとどど投げる、ダメージは1割弱ホンダ勝ってますが、あーっと相打ち投げ返し、高めで食らってましたね、お見事。さあお見合いだが投げて中段、あしかしマディレイがまだあるぞお互い、おーっと、あー相打ちでベガが残りましたね。まあ1ラウンド取られて、ギリギリですね。まあ1ラウンド取られるとね、あの防御上がりますのでね。あーそうですね、根性値ですよね。はい、さあこれは安定削り、削りだけで1割弱ゲット、あー来た、いけれるか、さあやばい、ピオリーチ、あー確定、読み合い確定っていうか違った、ごめん確定じゃなかった。さあ残るは固定ややとなりました。さあ固定下がったからいく、これ厳しいっすね、ウピー側固定下がった、そう残り固定ややですね。さあまずは固定しかいない、そうですね、さあ高め当て、おいちょやばい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 、いやーやばい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 、気づけば体力差が体育ならず、あー相打ち、これはきつい、だー前歩きガードしようとしてガードできなかった感じですかね。今の結構前に来ますからね。そうなんですよね。でさあ欲望1ラウンド目と同じことをやってきましたね。前飛び、さあ確定、ガードしたか、やばい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 、あー高め当て、高め当てを、そしてオケスが降ってくる、危ない対空、危ないぞ下段だー、いろいろ噛み合ってしまった。さあ大将やや下がとなのか、非常に厳しい組み合わせで大将を受け持つことになりました。ヤサガット胸バイソンにだいぶ削られましたからね。そうですね、中盤戦がねやはり東大戦はね終盤も大事ですが、やはり中盤戦を制す方がかなり優位にことを進めます。さあ行って、ケスが降ってくる、アルキーでオカマ、さあリーチをかけたのはワンピー側、さあグランドグランドで歩きを見てからしっかり打っている。そうですね、これにケスが降ってくるんですよ、強烈なケスが。さあこれはしっかりガード、相打ち、相打ち
グランド見てからね、頭突きは OK なんですが、弱にすることによって一応相打ちの期待度が出ると。さあケスが降ってくる、お尻から、あーやばい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 、ピオリッチか、あー生ドスコーイ。さあエキシビジョン行きましょうか。さあ勝ったのは RP ですが、残るは友田ヒデ龍となっています。了解です。じゃあ僕行きます。さあヒデさんがヒデやってよ。本田戦好きっしょ。本田戦大好き。本田戦得意って言ってたもんな。うん、さあヒデさん、チュンリーがもうゆうべがさんに1割とか言ってる暇あったら、ゆうべがさんとやった方がいいような気がするけどね。そうっすね。もう本田とはやんなくていいんじゃないかと。あ、終わったか。まだある、まだある。全然でしょ。まだチュンリー有利ですからね、これ。そうっすか。いや、まだチュンリー、まだ有利、チュンリー、まだ有利ですよ、これチュンリー。そう、ほんとほんと、まだ有利ですよ、これね。あ、ほんとだ。もうね、まだチュンリー有利、これ相当やばいっすね、うん、これ全然チュンリーっすよ。タイムもいっぱいあるし、あと2回ぐらい戦列打ってます。ちょっとね、ホンダ有利になってきた。これやばいですね、うん、今の感じはちょっとね、今当たった瞬間に、うん、あそこまで行くとね。そうですね、うん、あそこまで行かれなきゃいいってことですね、逆に。さあ行った行った。さあ5部です。今5部、今5部、今5部。あー5部から離れた。64ぐらい、64ぐらいです。まだチュンリー行けます、これ。まだ行ける、全然行けますね。むしろこっから。さあちゃんと落とせるかどうかっていうところですね、チュンリーが。あ、全然全然有利ですね、今ね。なるほど、はい、ブロイアンさん踏まないっすね。そう、でもこうなっちゃうんだよね。そうっすよね、踏まなくてもこうなる。そうなんですよ、はい、こうなりました。なるほど、そうなんですね。やっぱ時間与えちゃうとね、チュンリーにね。おお、あー今の気候圏で一気に、そうっすね、一気に今来ましたね。あ、あーい、風対空が。さあ、あ、わからない。いい飛びしているけどね。いいですね、裏回って。ああ、やっちゃった。やっぱダメキャラだとね、そうなっちゃう。さあどうする、フロイマン。どこでねじ込む、どこでミスらす。ミスってくれないともう勝てないですからね。あー、ミスった。うおー、とっち使わせて、うん、いい、いい立ち回り。あー、チュンリー様。おわ、飛びが入って削りで勝てるぞ。でも分かんない。あー、うまい、と天章出ていたが、カラージャンプからの鬼無双、鬼無双ということでした。いやー、最後は鬼無双まではチュンリー有利でした ね、びっくりしてましたけどね。地上 TBS、 リュウさん、リュウさん知ってます？2週間前、はい、来て、あ、2週間前ね、ニュートンに来てくださいました、はい、さあ、いやー、やっちまった。まあ、しゃあないしゃあない。クロイワンさんが強かった。さあデイヒー、あなたさ、これペコさんっぽいよね、このハンダアナオチさん。さあ、お、リュウさんはね、昔からの人ですからね。あ、そうなんですね。そうですよ、ニュートンに結構あなたがやってない頃よくいたんです。よく言いましたよ、ニュートンどころじゃなくて、もっと前からいます。僕が一つ、僕なんかがもうやる前、もう全然前からいます。そう、はい、そう、2週間前に初めてお会いして、ベガチュンリやったんですけど、 やっぱり上手ですよ。上手ですよ、もう昔からの人です。はい、で、ボコられて思った、やっぱ五分でいいんじゃないかなってちょっとね、心の中でね、ひしひしと。友田さんが今ね、すごい顔してましたね。ねえ、一つやめましょうか。ね、ね、もうスロットだけやっててください。あとね、一つやめましょう。さあ、実況戻りましょう。あー、うまい、あー見てる、あー、これ連携ねえ、押し毒ボタン。
わあ、鉄が降ってくる。お、さあ、さすがにこれは厳しいか。いや、でもね、でもね、友田さんならね、やってくれますよ。そうですね。いつも我々とやってますからね、本田戦ね。中野でやってますから、本田戦。なんか中野のイメージ、毎回なんか飲んでるイメージ。いや、中野でベガホンダをやってるんですよ。なるほど。人気カードですからね、中野のベガホンダは。ベガブランカも結構人気カード。ベガブランカ。ベガブランカも結構人気カード。中野さんじゃない。いや、もう。やばい。削り。削り。さあ。どうだ。ブルマーさん強いな。やべ、いって、もうこの体力差がきつい。いや、全然ですよ、全然。まだ大丈夫。全然ですよ。あの、ベガホンダはね、タイムアップになるまで分かんないんで。あ、なるほど。あ、ほんとだ。基本的にね。あー、今のもね、タイミングの問題よ。なるほど。うん。あー、バンバンバン。行きましたね。これで全滅ですか。はい、全滅です。今日の優勝は黒岩さんですね。優勝したな。おめでとうございます。はい、というわけで本日のイベント以上となります。皆さんお疲れ様でした。僕は眠いんでぼちぼち帰ります。お疲れ様です。このまま配信皆さん見てください。じゃあ、優勝チーム写真撮りますんで、あの、写りたい方。じゃあヒデ君、とりあえず写真だけ写って帰って。ヒデの背中。ありがとうございます。頑張ってきます。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh!
行こう。